もう楽に登りたいからさ、ね、こう最悪最悪の登り方するよ、こう最悪、ね、ね、こう何も考えんで上がったよね、ね、でルートファインディングしっかりしてから楽な登り方していくよ。調子がわかる？ね？ね？こう、こんな、これこう、相当しんどいよ、ここ。真正面から、こうが特に。ここなんかもう絶対、ここまで行ってからさ、バックステップで上がったらいいやん、こう。ほら、こうやって。楽やろ？ね？ここまで詰めたらいいやん、こう。で、詰めた後さ、こうやってさ、両足でこう上がったら出すよ、ね、で、もうだからね、一歩一歩もう全部頭をね、頭を働かせてすごい計算しながら歩くんよ。少なくとも5メーターぐらい先のルートを頭の中に描いて、うん、じゃないと直前でルート変更なんてできんからね、流れでこう引っ込んでいく、ね、だいたいこうもう見たらそこまでどういうエリアかもう目鼻つくやん。だからこうずっと下向くやん、もうここ上見て上がれるやん、こんなの下向かんだよね、こうやって視線が残像が残っとるやん。大きい岩がボコボコあるわけじゃないし、ここでざーっとこう見れるやん、地形が、うんうん、もう頭に入るやろ、そこぐらいまでね。だこうずっとこうみんなずっとこう下見てきとうやん。こう下見てきよったら前足絶対上がるやん、ね、もうここもう頭あるからさ、もう見たらもうここ残っとるからさ、来れるやん、こうここはちょっと下見るけど、ね、こういう風に来れるじゃん、ここちょっと下見るかもしれない。でもずっとこう顔を上げたまま来れるやん、普通、ね、80% 上見ていきたいやろ。でみんな反対やね、 80% 下見てからさ、ね、じゃないと前足で上がってしまう、ね、はい、じゃあ行こう。さあわかる？こうやって上がってんの、もうめちゃくちゃね、地形が乱れてもね、あの体のリズムと登り方は一切変えない、体内リズムを変えない。ここ登った途端も疲れとるよ、母言おうやんね、ね、ここは普通のリズムで上がってきてるのにさ、ガンガン行ってしもうたんよ、ここ地形が違うもんでから、気合が入ってから、もう普通通りここもね、体を立てたままね、普通通り何のパワーも使わずに、もうただ立ててから登るだけや。なんでガンガンってここだけ、おかしいやん、ね、ずっと地形が変わるところが至るところにあるよ。地形が変わったたんびに息がハハするよ。いつも体内リズムと登り方の姿勢はずっと一緒、乱さないよ。はい、行くよ。岩場のちょっとした練習の初歩みたいなもんなんだけど、ここ最後の登りがさ、ぐっと登らないけんポイントやろ、うん、でまあ手前にもうある、まあ、こんなとこあるけど、うん、どうしてもこう行ってしまうよね、うん、でこうぐっとこう行ったやろ、うん、半分ぐらいそう行ってしまったんだ、うん、ね、前足のパワーをものすごく使ってしまうけ、そういう風にしたらで、ぐっといかんでからさ、こう添えるだけでいいやん、こう。ああ、なるほど。で、両足で立ったらいいやん。ほんなら、何のエネルギーも使わんでいったやろ。なるほどね。ね。どんだけ違うかわかるやろ。うわーっていうことと、ね。演出が、演出。これか。
これか。そんなうわっと言わんでもええやん、もう普通通りこう。なるほどなるほど。こう何も使わんでええやん。なんでグッと上がるんよ。最高。そこでそこでストップ。できるだけ。体重ゆするばん、ゆすらんでね、さっきのあの急な坂登ったけど、あれを忘れないように登ってほしいんだ、こんなところもね。で、だってみんなの登り方をまずするよ。もう全部もう下向いてしまってからさね、もうこうやってこう、こうやってほらみんなこうやって登っとんよ、こうやってわかる、こうやってこうやってこうやって登るなっちゅったやろね。こうやって登ってるよ階段を。もうちょっとここはしょうがないけ下見るけど、体立ててこう後ろ足で登れっちゅったやないね。後ろ足でね、ちょっとここ下見るけどね、後ろ足でこうこういう登り方と、ちょっとここ斜めに攻めるけど、後ろ足でね、後ろ足で登ってっちゃったやん。ほらちょっとここをちょっと変えんといけんけど、後ろ足で、後ろ足で登ってくれっちゃったやんね。わかるやろ、どんだけしんどさが。軽く上がったやろ今。最初と比べたらこう、こうやってこうやって登っていきようよ、みんな。何も言わんたら、何も言わんかったら、それをそれをやね、こうこうやって登ってくれっちゅうんよ、こうやってこうやって登ってほしいわけよ、こうやってこうやって登ってほしいわけよ。エネルギー 50% で登れるけ、もう見ただけでわかるやろね。ほな、もうなんでこうやって登るんこうやって。ね、こうやないで、こうやないで、まあ、ちょっとここまで攻めて、こう、こうやって、こうやって上がってきてほしいっちゅうよ、こうやって。こうやって上がってきてほしいっちゅうよ、OK。いい？あ、ちょっと水入れてから継続するから、5分休憩します。うん、普通の道をただ歩いてるだけと思ってね。でもう坂上がらないけんと、もう思いでからさ、で登らないけんっちゅう思いがあってからさ、それでガンガン上がってきてる、うん、で、あの呼吸をね、あれできたらね、ろうそく吹き消すみたいなさ、普通の呼吸やないで吹き消したらね、その分吸い込むけど、そうそういう呼吸、ただの呼吸じゃないよね。うん、それでちょっとコントロールしてみてくれる？で、それ呼吸したらたくさん吸えるけ、ふって吐くよ、ふって。そう荒れる前に、荒れる前にそれやる、荒れそうになる前に、うん、そう荒れる前にその呼吸をする。ほんで安定させてから、先に荒れるの待つんじゃなくて、やばそうやなと思ったらもう先にその呼吸を始める。ルートファインディングしながら普通の道を歩くように登っていくよ。ここはしょうがないけさ、ここはグッと上がるんやないで、両足取れてから上がるって言ったよね。ここはグラグラしっぱなしで次の足出したらもうどんどん不安定な状態でなるからね。
はい、バタ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 歩かん。体立ててから行くんよ。くん、手掴んでいくよ。手ついたらダメ。もう最悪の登り方それ。体立てた状態を保ってから行くよ。こう、このこっちの足を使ってね、ちょっとわざとわざとここ登るけど、うん、こっちの足を使って、もう極端な話、こう行くんや。もう両方の、まあ、あの、中華さん、このまま普通通り上がったら、もうこういう風な形でさ、みんなこういう風にこうまだガン、この階段とかこうやってやっぱ上がってしまってるよね。こういう風に前足を使って、体が斜めになってないかもしれない。で、じゃなくて、何度もやるけどこっちの足を使ってこう上げてほしいんだよね。こう上げてほしいわけ。こっちの足を使ってこの後ろ足をこう使って、これ今体重移動して上げてちょっとわざとこっち行くけど、こうやって後ろ足でこう上がってほしいわけ。こうやって極端にやるけど、こうやって上がってほしいわけ。極端なスタイルで上がってるよ。なかなかしてくれんけ。こうやって、ここは簡単やけどこうやって上がってほしいんよ。こうやってこうやないよ。もうこれも全部忘れて、こうやって上がるの。こっち行くわけだけ言ったら、こうっていう感じなのよ。こうじゃなくってさ、上に上がったエネルギーが収まった頃、ちょっと前に横に体を向いても、いや横に向けてもいいけど、向けんでもいいけど、意味的にはそういう意味なんよ。後ろ足で上がれっていうのはね。だけこう、これでこう来たら後ろで上がれるやろ、ね、こうやったら後ろで上がれるやんね。こうやったら後ろで上がれるやん。後ろで上がってから上がる勢いが収まった頃、これちょっと急騰すぎる気あるやけど、あの、分からんかな、難しいか、ニュアンスはこう上げてから前やね。上げてから前、ここが分かりやすいな。上げてから前、こう前やなくて、上がって前、こうやないんよ、ね、こうやったら前足で行ってしまうやろ。こうじゃなくて、上がって勢いが収まったら前、上げて前、上げて前、上げてから前。で、こう来て、あの、普通やったらね、まっすぐこう行けるんやったらね、衝撃なく行けるんやったらこう来てもいいんやけど、段差高いやろ。衝撃なく行くのとってもしんどいんよ。だけこう来て、わかる、こっちまでこう来てから、こう下ろすのしんどいよ、ものすごく。これをゆっくり下ろすのしんどいんよ。だけ
こっちまで来てからさ、こっちまで来てからちょっとしゃがんで、しゃがんだらこうピッと置くだけでいい。置いて着地したら重心移動したらいいんだ。でちょっとターン気味で足を閉じて、でまた横来て、で何回もこっち下ろすのしんどかったらこっちまでまた来てから、落としてから後ろ足で降りる。後ろ足こちらこういうに旋回するから、でここはもうずっと前、で何が言いたかったかというと、後ろ足を使って降りなさいっていうことを言いたかったんや。今日は皆様にご参加いただきましてありがとうございました。また今度6月の3日